これおもちゃ。はい、お座り。伏せできんやないの。あ、ちょちょちょ、あ、こっち来て。伏せ伏せ、待てよ。はい、パティでございます。はい、今回はですね、シーンでムニエルのおもちゃを爆買いしてみた。爆買いとか言っちゃって、3つだけ買ってみました。今までね、ムニエルはちょっと硬派なおもちゃで行こうじゃないかと思ってたんですけれども、今回ちょっとナンパな感じのおもちゃを買ってみました。そちらをご紹介したいと思います。さあ、いきなりね、もう始まってますね。こちらはキリンさんですね。パティがもう夜通し考えて悩んで買いました。さあ、どうかな。いいよ。これね、キリンさんの体が縄になってるから、こう噛みやすいんじゃないかと思ったんですけど、頭噛むね、この子ときたら。はい、投げてみたぞ。ナイスキャッチ、ムニエルボール。お、体を噛んだぞ。これね、引っ張りっこもできるんじゃないかなと思って。わんぱくな顔つきのキリンさんです。どうだ、ムニエル。面白い。楽しい。顔を噛むとね、ピュって音がするんですよ。するとね、ムニエルは優しい子なもんだから、痛いのかなって思うみたいですね。噛むのをやめます。ピッピョロポーン。はい、続きましてこちら、ゾウさん。でもね、これなんとなくね、ゾウガメ？ゾウガメなの？とか思ってるんですよ。ガサガサと音を立てて開けました。見てこのゾウ、なんか体とかがグリーンなんでゾウガメって思ってしまうんですよね。これはね、いろんなとこ噛めるからいいんじゃないかなと思って、いいね。ふがって、ふがって言ったね。はい、続きましてこちらですね。なんだなんだ、ユニコーンです。レインボーカワー、あ、レインボーカラーの夢かわいいユニコーンが出てきましたね。これね、ちょっとふわふわでどうかなと思ったんですけど、このふわふわの噛み応え好きみたいですね。ちょっとね、指の先、手の先がね、ピュッピュ言うんですけど、一切興味示さず、そんなムニエル棒でございます。はい、これも振りました。これね、買おうかどうしようかなって悩んだんですけど、パティのね、ユニコーンのスリッパをやたら掴んでいくんで、もしかしてユニコーン好き、夢かわいいもの好きと思ってね、選んでみたら結構気に入ってくれましたね。でも、ゾウガメがいいみたいですね。よし。あとこのたてがみとかね、ふわふわの毛は全部むしり取っちゃうんだろうなと思いながらも、まあハゲてもいいじゃない、ぬいぐるみだもの。ピッピョロポーン。はい、実際のところどれが一番好きなんですかね。一個一個検証してみましょう。さあ、ゾウガメちゃんですよ。このアングルがいいね。天国へ続く階段が後ろに見えます。鼻息がすごい。あとこの時々ゾウがアップになるのが面白いね。これは引っ張りっこをしてるんですけども、ダイナミックアングル、これはかなり気に入ってますね。おお、鼻息も荒い。お、鼻を噛んだぞ今。さあ、続きましてユニコーンちゃん、ちょっと噛みづらいかな。あまり興味示さずでした。さあ、キリンちゃんでございます。これワンショットじゃないですか、キリンの。さてと、これは必死ですぞ。
ライバルって感じでしょうか。プーさんに続くライバルになれるか。これいろんなとこ噛めるからいいんだよね。どんどん八の字に振り回したけど取れない。これは飼い主が強い、象が強いというよりは飼い主が強い。やっぱりこれですね、ゾウガメちゃんが気に入ったみたいですね。カメラに突撃しました。はい、疲れました。サムエルくん大満足の笑顔でございます。さあ水を飲みましょう。あれですね、口の中の水分を全部ぬいぐるみに持ってかれたんで、ごくごくと飲んでます。いい戦いだった。なかなかみんなやるな。これは好敵手、ライバルになれそうだぜ。はい、楽しかったみたいですね。はい、立派な豪華な水飲みまでございます。はい、美味しかった。さあ休憩休憩。ピッピョロポーン。はい、大満足のムニエル棒ですが、ここでね商品をちゃんと見せれなかったので一個一個紹介したいと思います。さあムニエルくん行ってみよう。始まらないレッツラドン。はい、まずは1個目、キリンさんですね。これブツ取りってなんだ。このブツ取りはわんぱくな表情が魅力のキリンさんです。今クタッとしております。はい、ゾウさんに移りました。これはねゾウガメと呼んでますけど、甲羅の部分が甲羅じゃないんですけどね、緑なんで、はい、死体みたいになっております。どこからでもかかってこい。そしてユニコーンちゃん、はい、夢かわいい感じにしてみました。もうすでにね毛がおかしなことになってますね。もっしゃもっしゃです。みんなと一緒にハイチーズパシャリですよ。ムニエルくん大満足。いい仲間ができてよかったね。全部かわいいじゃない。ムニエルをね迎え入れた時にですね、とにかく硬派に育てたいとパティは思ってたんですね。だからね食べ物も手作りのおやつだったり、そしておもちゃも手作りだったりね、ちょっと人間が喜ぶような可愛らしいものを与えたくないとか思ってたんですけれども、あのドギーボックスさんもらってからナンパなおもちゃ、そしてナンパなお菓子に興味を示してしまいました。それでね今回はもうねドギーボックスさんがくれなくなっちゃったんで、買ってみようかなと思ってシーンで買ってみたんですね。シーンいいですよ、なかなかね。おもちゃ揃ってます。というわけでザラバイ。